ステアー TMP はオーストリア主タイアー社の開発した短期間銃マシンピストルである。TMP とはタクティカルマシンピストルの略であり、H&KMP5 の対抗馬としてより安価で洗練されたモデルを目指して開発された。価格が MP5K の65%で、さらに樹脂部品の大幅な採用や気候の水平配置といった工夫により、MP5K より 小型、軽量となっている。断層は自動拳銃同様にグリップ内に収納するうじのような配置となっているため、残弾の減少による重心変化が少ない。安全装置券セレクターはボタン式で途中まで押し込んで、セミオートいっぱいまで押し込んで、フルオートとなる。また、周辺機器を必要に応じて取り付けることを前提とした設計になっており、消音器や重傷、 ダットサイトなどを組み合わせることが容易な設計となっている。バリエーションとして民間向けにフルオート機能とバーティカルフォアグリップを削除し拳銃扱いとした SPP がある。TMP の発売が開始された1994年にはシェアの大半はすでに MP5 が占めており、これを奪うことに失敗したシュタイヤーは2001年に TMP の生産を停止、SPP ともに スイスの B&T 社に全権利を売却した。B&T は TMP を独自に改良し m p q として販売を開始した。m p q には TMP には装備されなかったホールディングストックやピカティニーレールなどが追加されている。また安全装置はセレクターではなくグロック17に見られるようなトリガーセーフティーに改められた。 SPP にも MPQ と同様に B&T 車独自の改良が施され、ストック、ピカティニーレールなどが追加された TPQ として販売されている。TPQ はセミオートのみであった SPP と異なり、民間向けのフルオートなし、公的機関向けのフルオートありの2種類が存在する。セレクターをボタン式からレバー式に変更した MPQL を呼び、 TPQN に生産を移行した。2015年には 380ACP 弾を使用するセミオートのみの TP380 を発表している。ありがとうございます。